はいえー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは、えー。これは第2週のビデオの4つ目のビデオです、はいえー。このビデオではオーディオリンガル教授法について、えー、説明します、はいえー。日本語教授法には大体3つの時代があると言っていいと思います。それで一番最初にあったのが、えー、オーディオリンガルですね。そしてその次にコミュニカティブアプローチの時代になって 今はタスクシラバスとか行動中心アプローチの時代です。はい。えー、オーディオリンガルというのはですね、えー、文系練習をたくさんあの使って、えー、それで話す練習をたくさんする、そういう教授法ですね。で、それまではですね、ただ先生が話すだけの教え方だったんです。で、文法は理解できても、それでは話す練習が全くないので、えー、全然日本語が上手にならないという、そういう問題がありました。 それをこのオーディオリンガルが解決したんですね。ですので、えー、その時はとても人気がありました。えー、だけど、1990年頃までには、もうその次に説明するコミュニカティブアプローチの方がいいという結論になって、えー、ほとんど使われなくなりました、えー。主な教科書としてはみんなの日本語があります。えー、では、その次に出てきたコミュニカティブアプローチとはどんなものでしょうか。これはですね、 オーディオリンガルでは、その、教室の中で文系練習はできるんですよね。だけど、実際に人と話すときには全然コミュニケーションできない。えー、こういう批判がありました。で、そのために、それを解決するために生まれてきたのがコミュニカティブアプローチです。えー、で、一番大きな特徴は情報差のあるロールプレイです。情報差というのは、私が知っていて、 相手が知らないこと。あるいは相手が知っているけど自分が知らないこと。それを情報差と言います。インフォメーションギャップということもありますね。でつまり情報差のあるロール,ロールプレイというのは自分が知っていることをそのことを知らない相手に教えてあげる。あるいは相手が知っていて自分が知らないことを質問して教えてもらう。そういうのが情報差のあるロールプレイですね。 えー、日本語教育の,あの現場ではですね、えー、あすみません、日本教育じゃなくて日本語教育ですね、えー。このオーディオリンガルのみんなの日本語にですね、えー、ロールプレイとかをあの付け足して、追加して、えー、コミュニカティブアプローチをするようになりました。えー、ですので、これは文系シラバスですねあの。コミュニカティブアプローチ自体は文系シラバスだけではないんですけど、ですけど、日本語教育の世界では あの、えっ、ー、と、この他に大地とか元気っていうコミュニカティブアプローチの教科書もありますけど、えー、それも全部文系シラバスです。ですので、日本語教育の世界ではコミュニカティブアプローチは文系シラバスという、えー、ことになっていますね。はい。では、その次に一番新しいのが、今タスクシラバスと言われているものです。で、これは行動中心アプローチとは、あの、少し違うところもあります。 ですけど、大体同じなので、ここでは同じと思っていいです。はい。で、これはどういうものかっていうと、シラバス、つまり教科書の目次ですね。これが文法ではなく行動になっています。で、えー、情報を伝えることっていうのは、これはコミュニカティブアプローチの目的だったんですけど、それだけではなくて、何かの目的を達成するための行動、 その行動が取れることを目的にしています。情報を伝えたり聞くだけではなくてその情報を使って何かの行動をするそこまで含めて教える必要があるっていうわけですねはいでこのタスクシラバスとか行動中心アプローチで有名な教科書としては「できる日本語」「丸ごと」「彩り」この3つがあります えー、この,、えー、のスライドはビットリースラッシュ ttcb24a で見ることができます。はい、えー。それからいつものことですけど、このビデオに知らなかった言葉があったら、暗記とかクイズレッドとかメモライズで、えー、その知らなかった言葉を記録しておいてください。はい。それでは私の方からは以上です。さようなら。